こんにちは、ますみです。本日は文字数制限のないようやくチャットボットの実装方法を解説します。本動画ではラングチェーンと以前解説した文字数制限のないチャット GPT を実装するためのアルゴリズムを用いて解説していくため、もしもこれらについてまだ知らない方はこれらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールは特定の YouTube の長文の字幕情報を要約することができるチャットボットの構築です。システム設計としては YouTube の字幕情報を取得して以前解説したマップリデュース、マップリランク、リファインのアルゴリズムを用いて要約文を生成するという流れになります。実装方法としてはラングチェーンというライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的にはラングチェーンの中のチェーンズという機能を利用していきます。チェーンズとは複数のプロンプト入力を実行する機能です。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため pip インストールラングチェーンをしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をした後に API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。もしも OpenAI の API キーの発行方法をまだ知らない方は、以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。次に YouTube の字幕情報を取得するための YouTube Transcript API と、今回用いるチェーンを実行するために必要な PIC トークンの2つのライブラリーをインストールしていきます。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を解説します。まず MapReduce の実装方法としては次の通りです。今回は YouTube を学習した ChatGPT の実装方法という動画を読み込んでいきます。この動画の字幕情報をキャラクターテキストスプリッターの中に入れて分割をしていきます。分割されたテキストをドキュメントのリストとして格納して、 Load Summarize Chain というモジュールを使ってチェーンを生成していきます。この時チェーンタイプとしてマップリデュースを指定することでマップリデュースの要約チャットボットを作ることができます。こちらで実行してみましょう。そうするとこのように字幕情報を取得して、今回は5分割されていることがわかります。この5分割された字幕情報それぞれに対して要約文が生成されます。そしてそれらを最後に改めて要約をすることで次のような文章になります。今回は英語で出力されたため和訳するようなプロンプトを実行しましょう。するとこのビデオと記事は字幕や PDF や CSV などの外部データを使用して特定の YouTube ビデオから学習するチャットボットを作成するためにラングチェーンライブラリと OpenAI の API を実装する方法を説明しています、というふうに的確な要約が返されました。次にマップリランクの実装方法としては、先ほど指定したマップリデュースの場所にマップリランクを指定することで実装することが想定されます。現在ロードサマライズチェーンの方ではまだ未実装なため、こちらを実行するとエラーになります。そのためここでは実行を省略したいと思います。最後にリファインの実装方法を説明します。先ほどと同様にチェーンタイプに対してリファインを代入することで実装ができます。こちらを実行してみましょう。それでは結果を見ていきましょう。リファインに関しては1つ目の塊の要約と2つ目の文章を統合して改めて要約するというようなバトン形式の処理が実行されています。最終的に次のような回答が得られました。こちらに関しても和訳をしておきましょう。すると次のように、このビデオチュートリアルではラングチェーンライブラリーを Python で使用して YouTube の字幕やプロンプトに基づいて回答を生成するチャットボットを構築する方法を説明していきます、というふうに的を射た回答が得られました。ちなみに実行時間に関してはリファインの方が約65秒で、マップリデュースが39秒というふうな結果になりました。マップリデュースは並列処理をすることができますが、リファインは順番に実行する必要があるため時間が多くかかったと想定されます。最後にここまで解説した文字数制限のない要約チャットボットの実装方法を Web アプリに落とし込むと、このように強化版チャット GPT のようなものが作れます。チャット GPT とラングチェーンを用いた Web アプリ開発の方法は以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日は文字数制限のない要約チャットボットの実装方法を解説しました。もっと学びたいという方は
この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。また、チャット GPT の仕事の相談をしたい方や、チャット GPT の仕事に携わりたいエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。